はいどうも、せつなです。いやー、登録者70人本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしまーす。今回は言わない。はぁー。ということで、今回は、電動売りボケてに突っ込んでみた第8弾ということでね。いや、もうそろそろ10弾いきそうですね。まあ、いつか総集編も出すので楽しみにしててください。はい、この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、どうぞ。あれほど言っておいたのに、宿題を忘れてくるとは。もうこれ先生めちゃくちゃ怒ってますね。まあ、宿題はね、ちゃんとやるべきです。家族にお別れを済ませなさい。殺されんの?なあ、映画に出れないってどんな気持ち?どんな気持ち?徹子の部屋のゲストが失礼すぎる。え、これゲストドラえもんみたいですけど、なんて言ったんだろう。死んでしまえ。どーい。パパ、忘れ物。もう世界レベル。お、これは女性がパソコン持ちながら走ってるみたいですが、なんかあったんでしょうか?妹飲み会中に倒れた友達を病院へ連れて行ってる。バカー。弱点を時々出してくるタイプのボス。ここ。ほこらはスネオがしずかちゃんにびっくり箱を渡してる様子ですね。まあ、あんまりしずかちゃんは驚いてない感じですけど。衣装は変えたか。めっちゃ怖っ。私がこうしたらタバコでしょうか。はーい。車内に閉じ込められたら、シートベルト外して、準備をしておく。空気が残り20センチくらいになったら、大きく息を吸い込んで、わずかに残された人生を満喫しよう。諦めんな。のび太、俺たちがお前に水かけて悪者になるから、その隙にトイレでパンツを着替えてこい。めっちゃいいやつ。でものび太には貸さない。あ、スネをまたのび太に意地悪してますね。お金の貸し借りは関係を壊すんだ。ずっと友達でいようぜ。うわ、めっちゃいいやつ。怪奇現象が起きて絶対に出られないというトンネルをかれこれ2時間は走っているが、これといった怪奇現象は起きていない。おー、起きてる起きてる。休日出勤?本当にごめん。これは家族と出かける予定だったけど、休日出勤が入っちゃったって感じですかね。子供にそんな名前つけて役所に届け出したの?バカなの?たけしさんに追われているの?もう怖くて怖くて死にそうだよ。これはのび太がしずかちゃんに助けを求めているところですかね。まあ、しずかちゃんはきっと慰めてくれ。その指示を出してるのは誰だと思う?こいつや。